2021年の作品きらめき、テーマは竹取物語となっております。武器を一度全身全霊で演舞いたします。どうかご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。時は遡り、平安今宵我々が見せる、今もなお語り継がれる物語。今は竹取りの翁というものありけり、黄昏時翁は竹呼べ、おや竹が光ってるではないか。切ってみよう、いいと打ち締めていたり。竹が姫が生まれたぞ、村人総出の歓喜の宴。いざ参りま、それはそれは皆を魅了するほどの美しさであった。まあ、なんと素晴らしい世界、この地に導かれし運命。あの月のように私はここで生きる。終結霊月、かぐや姫を求め三人の貴公子がしのぎを削る。いいぞ、かぐや姫は静かに涙を隠した。刻一刻と迫るとき、かぐやは何を思うのか。離れたくない、行かないで、心はずっとつながっている、いつかきっとまた会える、あの日のように笑顔でいたい。ならば最後の時を楽しもうではないか。12代目武器は見ていただいた全ての皆様に最大限の感謝を込めてありがとうございました。